どうも、毎日20時さぬきうどんの動画の方アップロードしております、ヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計129店舗目のさぬきうどん屋の紹介動画となります。ということで今日は香川県高松市にある手打ちうどんます屋さんの方へ向かっていっております。それではこのます屋さんの基本的な店舗情報の説明させていただきます。まず食べログの点数なんですが3.64点、そして Google の点数が 4.2 点となっています。営業時間ですが11時から終わりの時間は玉切れで終了です。定休日は日曜日、祝日、そして第3土曜日となってます。交通手段として車で来た場合は駐車場が約20台分あります。電車の場合最寄り駅が片本駅、650メートルほど離れていて徒歩で言えば9分で着くことができます。周辺のうどん屋さんとしてはキリンさんとかわら屋さんがあるあの辺りです。おすすめのうどんは冷やかけうどんです。こちらのお店の売りはコシの強い極太豪麺です。とっても有名です。時間帯が良ければ無料のサービスでうどんの耳、まあうどんの切れ端ですねを持ち帰れたりもします。ということで到着です。今回紹介させていただくお店はこちら。さあそれでは早速入店していきましょう。まずはアルコール消毒から。こちらのお店今はセルフ店です。その今はっていうのは実は最初にできた時はセルフ店からスタートしたんですが、平成29年に一度サービス店に変わってます。その翌年平成30年にセルフ店に戻って今の状態になってます。で実はこの日なんですがお昼の12時に一度来て外まで行列ができていたので一度家まで戻りました。冷やかけショーで今回冷やかけうどんのショーを注文です。回転率はいいので12時に来ても少し待てば普通に食べれたんかなって思うんですけど、まあ極力密の状態作らないようにした方がいいかなと思って、天ぷらはトングではなくて各々のお箸で取るようになっています。これもコロナ対策ですね。13時頃だったのであんまり天ぷら類が残ってませんでした。でも僕が好きなちくわ天があったのでこのちくわ天を取りたいと思います。お願いします。セルフ店といえば料金は先払いですね。それではお会計を済ませたら薬味を入れて席について食べていきましょう。窓際の明るいカウンターのところへ座ります。店内はこんな感じになってます。サラリーマンとかがすごく入りやすそうなお店ですよね。
それではいただきます。麺は極太でした。エッジも立っててとっても強い豪麺です。冷やかけを頼んでいるのでより強いコシを感じることができます。飲み込むことが困難なくらいの喉越しです。極太で硬い麺を噛むので食べ応えがかなりあるんですよね。冷やかけの出汁は透明感がすごいです。でも薄味ってわけじゃなくてちょうどいい塩梅の濃さです。いりこの香りのするすっきりとした味わいでした。ちくわ天は安定した美味しさですね。少し疲れた顎の癒しにもなってくれます。もし今回の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あと友人のうどん好きの方にぜひこちらの動画の存在のことを教えていただけると本当に本当に助かります。どうぞよろしくお願いいたします。コメントもいつも楽しみにしております。こちらの店行ってくださいとかいうのがあったら気軽に書いてくださいね。それでは最後の一口いただきます。こちらのお店は豪麺好きな方にとってとってもおすすめなお店です。よく噛むので満足感も結構ありますよ。閉店時間が麺切れ次第なんですけど13時頃に終了する可能性もあるみたいなのでちょっと早めに行ってください。ということでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、雷鳴さって言った茶刈りの線路。